吉田さん卵値上がり私あの食品にも関わっていたんで食品業界のあらりの薄さとかそれから業界の脆弱さとかね給料の安さものすごい不公平だなと思ってますですので今食品業界を消費者として見るときに もっと値上げして儲かってほしいなと思うんですよ。なんかね、食品っていうものすごく大事な業界をやってらっしゃる方が、自分たちが食うに食えないっていうのは何なんだろうなと思うんですね。で、卵って安すぎるような気がします。まあ、私は10個入っていて、まあ、ニ二キッパーとか、400円とかっていうのをよく買うんですよ。 あの、市場から直接買ってくるやつなんですけど、まあ、スーパーで買うときも、あの、地域のね、結構いい、あの、赤玉とか買うんですよ。いい卵とか。で、特売の卵もたまに買うんですけども、特売の卵は、まあ、本当に偶然特売だったときにプラスワンっていう感じで買うんですね。で、卵の値上がりは確かにね、安いのに越したことはないんですけども、その、業者さんがやっていけないような安さっていうのはどうなんかなと思いますよね。で、それでね、 うん、まあ吉田さんも感じてらっしゃると思いますけども食品の値段とか電気代とかいろいろ上がるじゃないですか。でもそもそも私たちの立場って何なんでしょうかね。あまりこれ言うとまたね自慢げに聞こえるかもしれないですけども卵の価格が上がるとかねなんか電気代が高くなったとかってあのまあ主にはその <laughs>。 車のね、ランニングコストから考えたら、なんかその、誤差の範囲なんですよね。でも、消費者全体を見ると、ちょっとの10円とかね、50円とかの値上がりで、ものすごく苦しい思いしてる人いるだろうなと思うんですよ。だから、そういう人のために、何かね、あの、できないかなとも思います。あの、なんていうんですかね、ちょっと話題離れるかもしれませんけども、 あのまあ、私たちみたいなね商売やってるとなんでタダじゃないんですかタダでいいんじゃないですかとかっていう声もないでもないんですよ、うん、いやでもタダではできませんよとあの経費がかかるしただで提供するとなんかお金を払わないモラルの人がやっぱ混ざってくるんですよね残念ながらで人の知恵とか労力とか時間を 使うことをなんか安く見積もる人が来るとサービスを提供する方の質も落ちるわけですよ。まあ間違いなくは私は思いますけども1000人の人がサポートを求めてきたらもう当然私できません。吉田さんもそうだと思います。でもある一定の価格を提示することによってある程度は自分で解決しないといけないなっていう人がお金を払ってくれて 軸に参加してくれるんですすよよね、まあ、そういうい意味でで振り分けられてるんですよでこういうことを言うとねじゃあお金がない人どうすればいいんだみたいな意見が聞かれるんですけどもそれは考えろよって話ですよねお金がない人どうすればいいんだっていうふうに私の回答を求めるんじゃなくてそこを考えていきましょうとだからずっとお金がない人のまんまなんだっていうふうにちょっとひどい言い方になるかもしれないけど思うんですよですんで卵が値上がり電気代値上がりキャベツが値上がり食品 三千種が値上がり。確かに、値上がりは時とともにするんですよ。十年前、五十年前、百年前と比べて全部値上がりしてるわけですよ。当たり前なんですよね。だから自分の価値も値上げしていかないと、世の中の値上がりに追いつかなくなって、どんどん相対的に、ものすごく寂しい暮らしっていうかね、不自由な暮らしに陥ってしまうんで、別に世界の檜舞台に立てるほどじゃなくていいんだけども、 世の中の動きに合わせられるぐらいはやっぱ歩調を合わせていかないとほんとなんかねあの文句言うだけになってしまうし寂しい人生が続いていくしでお金がない人はどうすればいいんだとかね特別な能力がない人はどうすればいいんだって言いますけどもそれを人に回答を求めるんじゃなくてまず自分でグッとこらえてあの手この手打ってみる手札を使ってみるってことをして あの手この手を尽くしたんだけども自分にはちょっとなかなか回答が見つからなかったんでもう絞り出すように知恵を絞って行動してみてでいろいろと両手を見てみたら血だらけの汗だらけの手が残っているんでどうすればいいんでしょうかみたいなねそこまで来たらさすがに協力したいなと思いますよねまさにねえ値上がりどうすればいいんだって条件反射ですねまさに どっかの誰かが何かをしてくれるのかと思うのが当たり前のように自分の不安や疑問をすぐ他者に突きつけたりとかいやこのぐらい頑張ってやっていかないとねっていう風に自分でなんとかしようとしてる人に対してできる人はいいよねみたいなねこう居直ってしまったりとかそうじゃないだろうとは思うんですけどねまあでもだからといって私もおせっかいなところもあるんでなんとかね一人でも 自分の発信で逆転の糸口をつかんでいただければなと思いながらやってますよ。だから毎日発信になるんですよね。毎日一人でも気づきを与えられたらと思うから、だから毎日発信になるんですよね。卵が値上がり。それは値上がりしますよ。だって、卵を作ってくださる人の数はずっと減るわけでしょ。食品高くなりますよ。だって、国内で。 お米や野菜を一生懸命作る人ってどんどん減ってるわけでしょで、まさに、高くて買えないよって言ってる人が、農業をやればいいんじゃないですか。卵を作る生産者になればいいんじゃないですか。そしたら、高くならない卵の開発とか、現場でできるわけですからね。だから、まあ、文句を言う気持ちもわかるけども、でも、でもね、300円、400円で、 10個入りの卵を売ってくれてありがとう。品質管理、鮮度管理、栄養満点。本当に日々ご苦労様です。数百円でいいんだったら買わせてもらいます、みたいなね。じゃ代わりに、鶏買って卵を、ちょっとね、販売店に並べるとこまでやってみろよ、ったら。あれね、ワンパック300円、400円じゃやってられないですよね。だから本当にありがたいなと思いながら、買わせていただきます、私は。卵。 ね、1パック1000円でも買,買わせていただきますよ。喫煙者の皆さん、タバコを1ついくらですかね私の見間違いじゃなかったら、セブンスターって600円ぐらいするんでしょ。タバコをやめて、た、たを買えばいいんじゃないですか。ちょっとタバコと卵って似てますけどね。い、うん、ってらっしゃい。